この旅の行方は私船引きとわが出会ってきた宝物たちの世界、そんな世界をエピソードトークを交えながら語っていく秘密の旅。時に温かく、時に幻想的に、時にミステリアスに、聞いてくださっている皆様だけと紡ぎ出す秘密の旅。旅の案内をいたしますのは私船引きとわです。私と素敵な世界巡っていきましょう。素敵の秘密旅行。改めましてこんばんは、船引きとわです。まずは今夜も秘密旅行にぴったりの紅茶を紹介します。本日紹介するのはローズヒップティーです。はい、こちらは紅茶というよりハーブティーなんですけど、私もうハーブっていう言葉の響きが大好きで、いかにも魔女って感じがするじゃないですか。なのでハーブティーをなんか味が好きだから飲むというよりも概念が好きだから飲めるようになりたいっていう感じで昔購入して、一番最初に飲んだのがローズヒップティーでした。で、このローズヒップティーのすごいところは水色がね本当に綺麗な赤くてピン、若干薄いピンクなんですけど、本当に赤っぽいすごい綺麗なお色味なんです。で、ローズヒップっていうのはバラの果実のことを指すんですが、すっごい別名がねビタミンの爆弾って言われるくらい、もう大量のビタミンが含まれていて、なので味がものすごい酸っぱいんですよ。なのでね、ちょっとね、うわこれをそのまま飲むのはきついな、きついっていうかね、それはもう美味しいんですけど、ちょっと酸味が強いなと思ったので、カルピスとね割って飲んだらとても美味しかったのでおすすめです。それではそんなハーブティーを片手に本日も秘密の旅に参りましょう。本日は素敵な本の世界に参りましょう。本日の一冊は、作者は梨木香穂さん、タイトルは西の魔女が死んだです。はい、このお話は確か私が小学校高学年か中学生の頃にお父さんに勧められて読んだんですが、もうドハマりしまして、どんな内容かと言いますと、小学校高学年の主人公がちょっと体調を崩して田舎のおばあちゃん家にちょっと療養というか、一回お休み、学校を休んでおばあちゃん家に住む、そしておばあちゃん家でおばあちゃんと過ごしながら自分という人間形成において大切なことを学んでいくというような主人公の成長物語なんです。で、その中でも西の魔女が死んだっていうタイトルなんで、まあおばあちゃんが魔女なんですね。でもそんなすごいファンタジーじゃなくて、本当に現実にありそうな、私が一番好きな本当に存在するんじゃないか系のファンタジーで、ちっちゃい時は私ももしかしたらできるかもしれへんっていう感情を持ってました。で、特に好きなシーンが、この作品はすっごい情景描写が綺麗で、私本読んでいる時によく文章を読んでいるんですけど、頭の中でその文章が映像化されて流れて、本を読むというよりその映像を見るっていう風な本の読み方になることが多くて、で、もちろん西の魔女が死んだもそうなんですけど、これは情景描写が細かいのと美しいので、その頭の中に流れる映像がすっごい綺麗なんですよ。私これ映画見たことないんで、本のイメージでしか、だから私の中のイメージでしかないんですけど、それが本当に綺麗で、で、一つ一つの行動とか文章が可愛らしくて、特に好きなのがおばあちゃんといちごジャムを作るシーン。いちごジャムがすっごい美味しそうなんですよ。で、それどんないちごジャムかというと、舞とおばあちゃんの作ったジャムは黒にも近い深い深い透き通った赤だった。舐めると甘酸っぱい裏の林の草木の味がした。っていう、なんかもう黒にも近い深い深い透き通った赤っていう、その
色自体もすごい綺麗な想像ができるし、あ、そん絶対美味しいんやろな、で普通のジャムよりも素朴な味がするんだろうなっていうイメージができるので、とてもあ食べてみたいなってなります。あともう一個好きなシーンが、あの洗濯物のシーンなんですけど、このおばあちゃんのお家には洗濯機がなくて、あの自分でたらいで洗うシステムなんですよ。でたらいでシーツを洗った後に、柔軟剤とか香り付けの代わりにラベンダー畑にシーツを広げてラベンダーの香りをつけるっていうのが、もうなんてメルヘンチックで可愛らしいんでしょうっていうのですごい憧れました。まあ、実際やろうと思うと、私は虫がとても苦手なので、ちょっと花畑にあのシーツを広げるのはちょっとなってなるんですけど、憧れの一シーンですね。でそのシーンの他にも、この主人公の、まあ、小学生なんですごい純粋で、その純粋ゆえの危うさであったり脆さ不安定さっていうのがすごい、なんでしょう、分かりやすく描写されていて、私が小学生に読んだ時もはその主人公にすごい感情移入して読んでたんですけど、だんだん大人になってくると俯瞰して読めて、また違う見え方をするので、どこの年代の方が読んでも面白い作品だなと思います。だからこそこんだけ大ヒットしたんだろうなって思います。なので皆さんもぜひ読んでみてください。素敵の秘密旅行。本日の秘密旅行、素敵な旅のひとときになりましたか？私の中には無限に不思議な世界も広がっています。本の世界にはまだまだ秘密が。次回も皆さんと巡っていけることを楽しみにしております。残りも少ないですが、お便りもお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。それではまた。お相手は私、船引きとわが務めさせていただきました。おやすみなさい。